巨大なですね巨人が4体、四方からですね集まって真ん中のですねボールを囲もうとしているかのようです。まもなくですね巨人が集まりつつあります。皆さんこんにちは。1998年、今日は6月の10日です。いよいよですね今日からですねワールドカップのサッカー、今日から始まります。昨日はですねいろいろですね、スコットランドの人とかですね、シャンゼリゼ通りでですね事故を起こしたりとかいろいろしたようなんですけれども、今日のですね、サンレニのスタジアム、どういうことが起きるのか、これから行ってみたいと思います。クールなですね、パリッコと違ってですね、こちらはですね、スコティッシュ、スコットランドの人たちですね、酒臭いし騒ぐし歌は歌うし行儀は悪いです。もう騒ぎまくってます。こちらですね、このスカートがですね、特徴ですね。そして、タータンチェック、もう今から暴れに行くぞという感じですね。スコティッシュです。はい。続々とですね、地下鉄に乗り込むですね、ブラジルの人とスコティッシュ、yeah. スコティッシュ、yes. How are you? Hello. How's it going? Are you from the television? Yeah. Oh. What's the issue?このようにですね、もう非常に盛り上がってます。このようにですね、スタートを初めからですね、このように盛り上がってますね。さて、もうパリッコもびっくり、スコティッシュの軍団がですね、こちらに乗り込んでいきます。さあ乗りましょう。こちらはですね、メトロなんですけども、メトロの中がですね、もうブラジルとスコティッシュの人たちがですね、大挙混ざり合ってすごいですね、音を拾っています。歌は歌います、作業はあります。このノリはですね、パリッコでは考えられません。
パリにお住まいの日本の方がいらっしゃったので聞いてみたいと思いますが、このワールドカップの盛り上がり、パリの人たちどういうふうに見ていらっしゃるんでしょうかね。パリの人たちっていうか、もうすごいお祭り騒ぎですね、本当に。でもパリの人は非常に冷めてますよね。パリの人は非常に冷めてますよね。はい。どういう感じで見ていらっしゃるんですか。もうみんなもう去年ぐらいからね、結構こういう感じでやってるんで、去年ぐらいからもう、はい、なんかいい加減にしてくれって感じですよね。いや、そんなことないですけど、そうです。見てると非常にクールなんですけど、でもそんなことないですよ。あ、そうですね。おとなしいですね、パリの人と違ってですね、ブラジルとスコティッシュ、スコットランドの人たちですね、もう電車の中でですね、もう騒ぎまくっています。さあ、いよいよですね、サンデニのスタジアムに到着です。彼らがどういう、続々と降りてきます。このようにですね、もう早速ですね、もう駅からこの状態です。昨日は非常にですね、おとなしかったのですが、昨日は誰もいなくてですね、寂しかったんですが、もう今日はですね、このような盛り上がり方です。非常にですね、歌もたくさん歌ってますね。ケッパリケッパリとですね、いう歌が、叫んでおられます。サンデニの駅前でした。ケセラケセラを今度歌い始めます。さて、こちらはですね、スニッカーのブースなんですが、このようにですね、PK のボールを蹴らしてくれます、スニッカーの人たちですね。イエス。カメラの、こちらがですね、サンデニの球場もサンデニ、もう一回いきます。はい、こちらがですね、サンデニスタジアムの前なんですが、このようにですね、たくさんの人たちが集まってきました。結構盛り上がりがあるんですが、日本の人が少ないようなんですが、ああいうジャポね、日本の方ですか。はい、はい、結構日本の方少ないですよね。You have changed? はい、見ました、日本の人。いや、あんまりまだ見てませんけど。ね、そうですよね。いつまでいらっしゃるんですか。こっちに住んでるんです。あ、そうですか。はい、オンリーオンリーオンリー、ありがとうございました。日本、こちらがですね、スコットランドチームです。このようにですね、バグパイプとの名前とともにですね、非常にたくさんですね、喋ってくれませんが、非常に盛り上がっています。おまわりさんもどことなく嬉しそうですね。昨日のシャンゼリゼを警備するよりはこちらを警備した方が試合前は良さそうです。しかしですね、これからどうなるかはよく分かりません。どんなことになるか、サンデニスタジアムです。こちらはですね、珍しいアルゼンチンチームですね。アルゼンチーナ。